え皆さんこんにちはそれではですねベリスのガイダンスを始めていきたいと思います、えー、とレクセン講師ベリスの佐藤ですよろしくお願いしますで今日ね一番最初のガイダンスってことになるかと思うんですねで一応年内最後で12月の末ってことになりますんで今日ちょうどクリスマスイブなんですね24日なんですねでこういうところでまあ聞いている方いらっしゃる方ねあの極めでありがとうございますということになるんですけども あの今日僕がやっていくテーマはこのテーマに従って少しお話をしていこうかなと思っておりますテーマはこれですね早期スタートのメリットと勉強計画と書いてあります早く行ってデビリットは基本的にないと思うんですねただ問題は何をどうやってやるといいのかっていうところが多分あるかと思うんですで僕のクラスはちょっと2つにこれ分かれてるんです入門講座は春と秋にやっています 秋は担当せんかというところでありまして去年かな秋は結構担当は出たんですね、うん、で論文もえっ、ー、とこれ論文については春春は結構出ましたね出てであと一回合コンの方あるいは短期の合格の方ですねあのー、その前にとしたかなあのいわゆる5か月,月くらいぐらいで単論で通過してしまったって方がいらっしゃってるんですねでそう人優馬く やはり暗記で、はないと言ってましたね解決で,5ヶ月でいわゆる担当と論文の突破はこれは僕、記録だと思ってるんですよ。多分ないと思ってるのね。じゃあ、どうやったら受かったのかなというところですね。これを少し見ていこうかなと思ってるんですけど、今日、えー、っと、ねじめはこれになりますよね。これに従って少し話すっていうところと、あと、渋谷の方で配ってるこれはリーフがあるんです。あの僕の株が入ってるこれなんですけどね。ちょっと見ていきましょうかね。 圧倒的なな情報量でで暗記でなく理解だと書いてありま,すまあ一応いつもこれ言ってるテーマなんですけど圧倒的といやーこんなに量を提供して嫌だなとあと難しそうで嫌だなって思うんじゃないですかでも今の試験ってこのくらいないと僕はいけないと思ってるんですでも圧倒的ではないと思ってるのね僕基本的に2年目ってやっていないんですやっていなくて受かるかというとそこで受かるように入れてるつもりなんですね 通常であるならばこの講座を取ってさらに他を取ってさらに2年目を取って受かるっていう構成になっているはずなんですでもこれトーレンだけだと思うんですよあのプラスっていうのはそれがあとはなくインプットは十分です、まあ、これ以上をやったとしたってあまりね合否に影響しないと思ってるんですただ他不足なくこれで終わらせるっていうためにやってるんですねまあそういった意味では一番安いのかもしれませんあれもこれではないってことになるんで安いかもしれませんね でもそこだけでは意味がないではないですか。じゃあ、どんなことをね、僕はやっていくのかな。まあ、量が多そうだなっていうのは、なんとなく分かりますね。だから、ワイドというコースの名前になってるわけでしょ。で、さらに、僕、こう書いてあります。ただ、合格すれば幸せなのか。確かに、幸せでしょうね。受かれば。でも、その後がこれ、ポイントでしょ。あの今のね、受かった方って、あの通常通りの道を歩むかというと、もちろんそういう方もいらっしゃいます。 からプラスアラファで何かこれを起点としてやっていくっていう土台になってもらいたいと思ってるんですね地内の,の世界ってたくさんありますから一つは事務所ですよねあるいは会社会社もメーカーそれ以外って話になると地帯ってこのかなり仕事が違ってくるんです僕いた会社は一応製造業ってことになってるんですけど実際上ちょっと違いますよねうんこれ難しいんですけどね印刷っていう業界は結構難しくてですね いろんなことを実はやっていました。で、そこから見て資格を取ってどう展開するか。これってヒントになるようなことをこの中で僕言っていこうと思うんですね。で、そのためにはいろんなことがカッとね、これを通して理解できるようにしていきたいと思っています。で、そういった意味ではここに書いてある通り、本物のベニシって書いてあるけど、知財人として何をやっていったらいいのか、と、これを育成するコースが自分のクラスだと思っています。うん。あと理解ですね。 じゃあ、どうやってこれを体現できるかと。これ少しお話をしたいと思っております。だいたい30分くらいでしょうかね。では、レジュメを見ていきましょう、ねえーと。1年合格ベーシックコースはなぜできたのかと。まず書いてあるかと思うんですね。レックの,あの期間的講座って1年合格ベーシックっていう講座になります。あの今だのと他の先生がやってるかと思うんですね。僕もこれ一番最初、僕これ作ったんですよ。今から26年ぐらい前。 あの会社を辞めてレックに来たわけですよレックに来ていやー合格した後に作って合格した後に講師をやるつもりで講座を組めててくれって言われましたでその前として僕5年ぐらい勉強していたんですね約5年勉強していましたルネベコを通ったわけですよ通ってまず1つ目、ね、1年かけて本を読むんだっていうのをやっていたんですよ、まあ、レジュメですね特許実用新案衣装商標 4月からずっとやっていって、まあ、特許は大体8月ぐらいかな終わったと終わった後に今度実用試案ですよねやる一生やって商標をやって年間計画で一応ね大事な知識を入れるんだってことをやっていましたでも概要をなぞっただけなんだよねで終わりましたとじゃあ卓一と受けてくれませんかと受けましたよ全く手が立たなかったということになりますよねあの全てこれ抜けちゃってるんですよ 一つやってその後またすぐ科目をやるでしょ抜けてしまったといやーこれは勉強し方が悪いんじゃなくていや予備校が悪いからって思ったんですよそこで他の予備校に行ったんです、ねまあ、当時の試験なのでこういう教科書を読めってこれ指導でした読みましたこれ「帳票」っていう本なんですけど他にも衣装とか条約の本もあったのね、うん、でも全部これ読んだんですよこれだけじゃなくて他の書籍も読みました全て読んでありかしたと思っていたのね だけどそれが何て言うかなキュッとこう結びつかなかったんですよ試験とはちょっと違う感じだったんでしょうねでやってもよくわからないんですよああこれもしくったなと思ったんですよまずいじゃあどうしようと思ったわけですねで考えましたいやこの資格ってかなり科目は多いぞ特許実用試案衣装商標条約といったって一つではないからね当時はパリと まだったたで出まし業務もそうだね。であと選択科目があったんですごい科目数があったわけです。ああ大変だよなって思ったのね。じゃあこれ1年やって果たして頭に残ってあと応用できるかなって思ったわけです。そこで考えたんですよ。そうだと。これ知的所有権と言ってるな。まあ、当時は工業所有権と言っておりました。工業所有権ないしは工業、えー、所有権ね。今知的財産権と普通言いますけどね。当時は 工業所有権と言っておりましたでもそういう科目ってどこにもないわけですよ法律もあるわけではないのねこれ学問体系なんです学問体系で何でそういう学問体系ってあるのかなって考えたわけですよ僕ね法学部だったんで体系作るのがすごく好きだったんです学問体系適当にやっていてはこれダメなんですねあのそこそこね僕も受験する時に考えました体系ってあるのかなあの大学受験ですよ 適当にやっていたんですよ、まあ、そこそこできたんでまあいいのかなと思って試験に増えていったら全てダメだったんですね。で予備校に行ったわけですよ初めてね大学の時にね。で習ったとああこれが体型というのかなというのを習ったわけですよ。ここってこう読むんだと初めてこれ分かりましたからね本読んだって理解できるわけではないのねそこって読み方ってこれあるんですよ書き方もあるのねあと社会もそう英語もそう。 具体的に体系ってあるんだなってこれ分かりました、うん。で、これふと思ったわけですよ。学校でも法,法学部に行っていた。体系があったかな。ともかく、あの当時、大学ってレジャーランドと言われていたんで、遊んでいたわけですね。あまり体系について考えたことはあまりなかったわけです。ただ、一応言葉残っていて、あと他の資格もやっていたんで、試験ですね、知識は入っていたと思うんですよ。でも学問体系って考えたことはなくって、 で大学卒業した後に会社に入って、まあ、院に行って大学に入ってということでしょうねで考えたわけです学問体系確か、えー、予備校ではあったよな大学受験ではあったよなじゃあこれもあるのかなと思ったわけですよでありましたよね、うん、でまず産業採算権法目的はほぼ共通でも商標は少し違うってなってるのね位置を見るとね ととなると多少特許は中心であって商標とちょっと違うんだよな。で、この2つを分かってしまうと、え例えば、衣装法、あるいは、実用新案法ですね、あるいは条約関係、これって応用できちゃうのかなと思ったんです。で、やり始めてみると、なるほどと思ったのね、ああ、そうなんだと、特許1科目、まあ、商標が0.8ぐらいでしょうかね。あとは衣装ぐらい 実用者はもっと少ないので、ああ、これって一つが一つではないってこと分かったんですよ。でそして、すべてから見るとギューっ集約されたのね。あ、これなんだと。分かったと。じゃあ、これについて、くる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 回そうと思ったんです。これが三回転学習のスタートだったんですね。今、レックは三回転学習です、これ常に言ってると思うんですよ。で例えば、一年合格ベーシック。これもそうでしょ。えっ、ー、と、まず、 入門講座で全体をこれを回りますって書いてあるわけですよ。ここね。で、さらに、通例がついています。で、これと共通大体共通して、透例論文ってやるわけですよ。論文ってこうやるんだと。こういう知識を入れるんだと。やりますよね。あ二回転これ回したと。で、最後、細かいところについて、担当的に潰し,に潰していくんだ。担当学習ですよね。あこれによって1年間で3回回せるんだ。 何回やりますかっていうところはこれポイントになりますからね深くやる必要性はないまずはこれ概要をつかむんですこれをやることによってうんって分かったという感じがしたんですねでさらに僕らの頃って必選択科目があったわけですで僕は憲法と行政法と刑訴って科目を取ったのねまあそれって準法律的なもんでしょ法律でそっから見て東京っアプローチをしていったんですああつながるよなって思ったのね この瞬間ですよ。すべて分かったっていう瞬間ね。ああ、応用って聞くんだよな。で、さらに体系ってあるんだよな。で、さらに考えることは重要だなって思ったんです。それ考えること。これって、当時はね、なかなかそれがなかったんですよ。まあ、教科書を読んだでしょということなんだけど、確かに。でも、これすごく難しいし、かつ、書いてることが問題点書いてある問題点書いてあって、 結論を書いてあるわけですよ問題点結論ですねでもなぜそうなるかってあまり書いてなかったような気がするんですねまた説明を受けたことがありませんでしたうんでさらに担当の問題を解くんですよ解くと「規定がないからこれバツって書いてあったりするのねじゃ規定がないってことは法律学にあったのかなっていうと普通ないんですよでそれどこにあるかというとあの聞いたことあるかなこの科目って民法の修正だって聞いたことありませんか 民法の修正なんですよってことは答えがないものって実は民法との一般法にあるのね一般法にあるわけですよそこから見て解くようになったんですそこから具体的に自由がつけるようになったのねで僕の一番の講義の特徴っていうのはまず回すっていうところです3回転回すでさらにいろんな角度から捉えていくっていうのは僕は不得意です結構特許やっていて衣装を見る衣装をやっていて商標を見る両者の違いは共通点は なぜそうなっているかと考えるというところです。あとは産業財産権法って毎回毎回変わるんですね。なぜ変わったのか。元の法体系が法律がおかしかった。今、合わないんですよ。じゃあ、どう改正するのが妥当か。これを繰り返しているわけでしょ。これに関して極めて実は重要なんです。で、それが多分司法試験以上にこれ難しいのかもしれません。そこのところってね。うん。あと、体系的に学ぼうが学ぶのはこれ難しかったのね。 そこで僕は考えました。ね、いやずっとこれ1年かけてやっていても無駄だと。じゃあ3回転回そうと思ったわけですよ。ねまあ、できれば、まあ、それをね、えー、ずっとね、やればいいってことでやってきたんですけども、試験ってね、相当変わってきたんですよ。まずは平成13年度ぐらい。これ旧試験の末でした、うん。そのまでの試験って、特に論文式試験ですね。論文式試験は、 あの考える試験だったんです。問題文が抽象的です。で、極めてこれ短いんですよ。ただ今の試験が2センチがこれマックスです。当時は3センチ書くんです。今に1.5倍書きます。1.5倍書きます。で、それをずっと書いていくっていう試験だったので、いやー想像課で自分の見解を書けっていう試験だったのね。うん。で、なかなかこれ難しいなと思ったんですよ。あなたのご見解はどう捉えていくんですか。大把握ね。 が難しいわけですよ。で、それで僕らやってきたのね。でも、そうではなくて、だんだん試験って変わってきたんですよ。こういう試験取っちゃう。こういう試験問題を出すと、あの裁定がこれ難しいわけですよ。で、客観的な採点ができないで。あとここに書いてあるように。知財人口は1万人だという計画だとね。こういうことが達成こ,ううことが6。4年してられたんですね。 旧試験から新試験に至るまでの間に、まあ、これ1万人達成するんだということを目標に掲げたわけですよマけティゃん国としてはねじゃあベリシム増強だ増強するんだってことになったわけですよで数を増やすんだということになって一時はね1万人も受験者がいたんですよで合格者が800人ぐらいかないたかなと思うんですよとなるとこれ誤体数が増えてしまったのねでそれに対して論文って採点するわけでしょ 客観的に採点的な問題を作らないと採点ができないってことになってしまったんですね。でじゃあどうしたらいいってことね。担当的な問題を作ったら良いってこと多分なったんでしょうね。答えがあるんですよ。で前の試験ってそうではないって申し上げました。答えがあるんですよ。担当に近い。で担当に近いんだけど文章がこれべらぼうに長いんだよね。えー、っとこれ昔っていうか平成21年ぐらいの試験。 一番受験生が多かった頃の試験って、こんなに長いんですよ。むしろベラ棒に。長いでしょ長い。ギューって長いんですよ。で、この一方で僕ら受けた頃の試験って、文章短いのね。すごくね、うん。でも同じ時間で解くわけですよ。回答できますかというと、実はこの読み方ってあるわけですよ。読み方。でも予備校で、読み方って教えてますかねこう読むんだ。こう読んでいって繋げていくんだ。 僕は、高校を読むときにこれを習いましたね。こう読むと早く答えが出るということです。うん、で、確実に答えを出せば、今の試験で受かります。例えば、それが今の論文式試験になっちゃったのね。で、ずーっとしてきたわけですよ。でも、だんだんとね、受験生が減ってというのもあるし、合格者が減ってきたわけですよ。今年は100人台になっちゃったからね、合格者って。すごく減ったわけですよ。減った。 っっててことによってすぐがれば仕事ができるっていうのはね、まあ、事務所も求人がすごくありますよ。いい。で、これ一方で、本当にこれ受かるのかなって思ってしまうわけでしょ。で、さらに今、問題って昨年度からな、昨年度からかな、今年からか、かなり変わったんですよ。うん。旧試験の難しいところと、今の新試験の新しいところって組み合わせた問題が出るようになったらね、特に今年は顕著でした。難しいんですよ。 やっぱ担当的な答えの書き方ってよくないってことでしょうね。変わるんでしょう、これからは、うん。そうなってしまうと、覚えて、あと吐き出してっていうだけでは、多分ダメなんだろうね。ここねで。さらに、改正改正嵐でした。この数年間ね。そうなると、あの今までのテキストがあの400ページするならば、多分600、800ってなっちゃうんですよ。で、同じ金でできますかというと、多分できない。ということでしょう。 でできないんですよじゃあどうするってことになるじゃないですか、ね、そこで考えたわけですよいや少し回層をふらさないとまずいかなって思ったんですまずいかな、ね、で簡単な問題問題演習だよね例えばベーシックにあるような、えー、と入門の入門講座の中の簡単なところですね演習編ってありますよね演習編ねでこの演習編自分で多分できるはずなんですよ 超簡単なんだねでそこを僕はあまり細かくやる,くやるんだったらできればできれば、えー、細かいところについてインプットで教えたいと思ったんですよだから一応ワイトと言ってるんだけどメインはインプットが増えたっていうだけですアウトを潰してインプットが増えたっていうだけですただし、あのー、自分ではできないっていうのは一応論文ということになってますんで論文のアウトプットは残していますでこうしたんだよね うん、でさらにね少し考えましたね、まあ、できれば今って、まあ、ウェブを使った方がいいと思ったんですねでさらに入門の前段階大体いいこういうことをねこれから学ぶんだよなっていうところはそれで深くやんなくてもいいと思ったんですまずはザッとこれ回そうと思ったわけですねでそれがエッセンシャルっていう講座に今なっております6の講座はワイドこれ4つの講座で成り立ってるんです まずはエッセンシャル。概要を回しましょうってこれ講座になります。通常であるならば、い員だけで12、十六回ぐらいあるんですよ。12回も少ない。でもこれ大体これ回せるんですよ。で、回してしまって、あとは実践するって一番いいに決まってるんです。ね、できたらこれ、今すぐ入るならば、そうですね、もうすぐ見えますんで、これ収録したばっかしなんで、これ、えー、ウェブの方で見れるってことになっております。新しい講座になります。 新収力ね。で、14回で終わるということでありますんで、大体1日どのくらい見たら終わりますかね。14回。うんまあ、2回も3回も見ても、2ヶ月待ったら終わるでしょう。年内っていうかね、年内に入って、1月、2月、3月、等には終わってしまいますね。で、その後は、この入門コンプリート。これ、何をやるかと。普通だったら入門講座でしょ。うん、で、そうではないんですよ。 僕ややるののは自分のレジュメに従ってやってていますこれねクレストというレジュメになるんですけどこれがいいんですね言ってみたら、うん、あのレクの定番アドバンスと言います担当系はね今から23年ぐらい前に作りましたただ築城なんですよで築城って分かりやすい反面で分かり難いんだよねすごくねでこれわかるのね多分アンホン読んだらこれ分かりますよ 多分何言ってんのかわからないですよ。頭から見るとでそういう体験実はこれなっています。法体系っね。でそうではないと、できれば同じことについてまとめてしまって教えた方がいいに決まってるんです。で、関連知識もまとめて教え始めといいに決まってるわけです。ただし。本試験に出たような問題、特に担当式試験ですね。担当式試験の問題って、腸の貢献解釈。私は腸の期待ところについて書いてあるっていうところになります。 そこを解くわけですよ。解いて、なぜこういうことを聞いてきたのかって考える訓練をやります。これが、このクレストに載ってるんですね。で、このクレストは、どう作ってるかというと、まず、各単元のところの条文を挙げています。条文。で、線引いてありますね。ここからしか出ませんってことです。特に長いところが一番典型的ですかね。まあ、これ、図も入ってますけどね。こういうふうにね。 長いところだとそうですね補正という条文になるんですけど補正の条文についてもこういうふうに膜をかかっているところしか出ないとかないしは死体これしか出ないとかで裁量規定になっているのはなぜかというところがありますできるしなければならないこれランキシッム意味がないんです理屈があるんですすべて人間作ってるからねでこれを教えたいと思っていますでこれでまず条文に従って説明していく単元別ですけどねそして こういうものが出た。で、なぜこれ出たのか。で、どういうところが問題として聞かれていて、どう回答したのかということでこれまとまっています。まあ言ってみたら、試験の範囲ってこのくらいだとしましょう。試験の範囲ですね。試験の範囲が、そうですね。このくらいあるとしましょう。こっからここまでですね。これ範囲。0から100です。でも 担当と論文共通またあって、そうですね、例えばここ、ここ、あるいはここ、あるいはここちょって言って考えていくと、そうですね、担当論文共通事項は大体これで6から7割ぐらいなんですよ。で、まずここを最初にやってしまったらいいと思ってうのね。特に担当の問題を使って説明した方がわかりやすいです。そこからしか出ないんだから、基本的に。ね、で、まずこれやってしまいます。これが さっき言ったクレストっていう教材になります。これで一回回してしまいます。で、これが普通の講座にはないんですね。ここ。一回回します。で、4月から始まって、そうだな。8月ぐらいで終わってしまいます。一回担当回したってことになるんだよね。で、さらに合わせて、論文ワイド。これ、何をやるかというと、過去文を通知これやってしまっています。過去問の解き方ですね。解き方。解き方。書き方にも解き方です。 こういう文章ってどう読んでいくのかっていう点ですね。ここ。文章読み方。読み方があります。読み方もあります。どうやって読解するかっていうところについて教えるのが論文ワイドっていう講座になります。ただこれ担当知識がないと解けないんですよ。今の論文って。だから僕は担当を重視しています。で、終わりましたと。終わった後に担当ワイド。42回あります。一歩で42回あるんです。通常であれば30回です。1.4倍あります。 このくらいやらないと、今終わらないんですよ。担当って。まず深く読むっていうところがポイントになりますからね。深く読む。なぜこういう問題に出したのか、大把握です。やっていきます。そして、回答がありますね。○×って。どう普通解きますどう解きますかね、うん。で、これ書いたんですけど、一つは、条文から解くとしますね。条文。条文に書いてあるから、○×と。 間違いではないです。これ、僕らの世界では許容性と言います。許容性許容性。これ絶対必要です。ただ、これだけだって話になると、そうだな、100問解いて、80問から60問間しか解けませんね、実際は。忘れるからです、これって。頭に入りません。これはできる。しなければいけないっていうわけで暗記をするわけですよ。でも暗記って限界があるでしょ じゃあどうするわけこれ、社会的妥当性ですね。いや、こう考えるのが当たり前ではなかろうかってやつです。これ、許容性じゃなくて必要性って言いますね。これは通常の問題集とか、あとテキストに書いていないんです。社会的妥当性。こう考えていくのが妥当だって言ってるんですで。僕はこれを教えたいと思ってるのね。これ。社会的妥当性。 なぜこうなるのかっていうところです。これ分かってしまうならば、100問解いて、200から300解けますね。これをやりたいわけです。そのために担当の教材を使って深くやってるわけですね。うん、ここ。まず一回これで回します。これが入門コンプリート、論文ワイドってことになります。で、そしてさらに、これ残ったところ、ここ、担当ワイドで全てこれ潰しちゃうんですね。パッ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 パって。 これをやることによって全部潰れていきます。で、理屈もわかったってことになると、最強ですよね。応用を聞くってことになります。で今、こういうものを、こういう方を多分取りたいんでしょうね。あのー、試験員の先生もね。うん。で、僕らの世界って、こういうことになってのね、扱う対象は、無体財産だってことになっております。だ財産権って2つにこれ分かれるんですよ。形がある財産、有体財産、ない財産、無体財産と言います。 僕らってこの無体財産しか扱うことはできませんそれ、ね、気をつけてもらいたいのは無体財産の中で権利派生パーツってあります例えば特許庁に署名を出して審査をしてもらうっていうパーツだよねで審査を経た後で権利になりますっていう仮定がありますただこれって有体財産民法等の世界にはこれないんですよこれ全て特別法なんです で仕事の中心は一応これになってるんで、いや、まずこれを中心にというんで、たぶん、あの、あの、普通大学出るならば、これを行ってからこれをやるとなってるんですけど、法学もね。ただ、なくてもたぶんできるんでしょうね。しかし、設定努力になってしまった。設定努力になったパーツは、実は2番です。このパーツって、民法の修正だってことになるんです。民法の修正です。で、さらに、今、これ中心ですよね。中心というか、これが、今これが厚いところです。 暑いところ。ね。権利を取って何をするのかと。活用であったりとか評価。あるいは移転等ですね。やる。ね。ただその場合って、これ全て民法は中心なんですよ。一般法。これ分かっていないと分からないんです。分からない。で、従って言いますよね。あの、いや、書いていないからこれ罰なんだとかね、いうことだけど、これは民法に実は書いてあるんです。こういうものって。 書いてないことについては、民法にあるということになりますからね。こうね。民法の常識だったらこうなるんで書いていません。っていうだけですね。まあ、そこから解いていくと説明ってつく全てつくようになるんですよ。で、これは私分かったのが勉強してから当然4年前ぐらい経って分かりました。あ、そうだったんだ。一般法とこんな風に結びつくんだって分かったんですよ。そこからですよね。うまくいったっていうところがね。これをぜひ。 体現してもらいたいと思っているのが、このワイドクラスっていうことになります、ね。で、ワイドクラスの特徴と書いてあるんですけども、まず3のカッコ1。ご覧になってくださいね。特徴。はい。えー、っとですね、特徴ですね。ここ。ここね。入門講入門講座事項を早く回すことは必須。できれば早急にこれがさっき言ったエッセンシャルです。26回くらいやっている必要性はないと思っています。 14回でこれ十分なんですね、概要ですからね、これよりも早く取訓練だということになります。で、この、うんと、このね、えー、とこの、まあ、いわゆる入門講座に当たるもの、これ、えーと、エッセンシャルっていう講座になりますけど、終わらせて、そして、早く担当コンプリート、ローム・ワイトと、これ、明確にやってもらいたいんですね、ここはね。で、書いてある通りでありまして、えー、と3番。 担当は講義で回回転回せますこれが入門コンプリートと担当ワイドということになります。普通1回だと思いますよ。担当を回すってところはね。これ2回回せるんです。で、これができると結構強いんですね。あと論文ワイド。これは読み方を習うところです。読み方を習う。あまりやっていないと思うんですよ。こう読むと5分ぐらいで回答が出ますってことね。で、実はあります。読み方って。 これをやっていくというところになりますよね。はい。あとは、レジュメンですけど、これすべて自分が作ったレジュメンになりますで。これに従って、やってまいります。レックのものとはちょっと違うので、まあ、これが一番のポイントになるかもしれませんね。あと、ゼビをやります。ゼビ。応答するゼビですね。うん。あの、これこれこうだからどうですかと聞いていきます。講義ながらではやりません。終わった後です。終わった後にやっていきます。で、当てるんですね。 で僕ね急激に点数が伸びたってこのうようなゼミに入ってから伸びたんですよ。うんあのー、問答的なもんですねなぜこの規定ってこうなってるかゆえ例えばね、あのー、新規性は自グまで通うんだよね。でこの一方で洗顔主義って自グまで通っていない気をも嘆願するって書いてあるわけですよ。早く洗顔した方が変色になるのは当たり前ではないですか洗顔と言ってるんだからねじゃあなんでそうなってるかゆえというところですね。 それぞれ一応書いてありますよ。でも両者が比較して、なんで違うのか言えっていうと、多分これ、言えないんですね。そこはね。で、なぜでしょうかね。あるいは、そうですね。補正って、やると補正、訴求するってなってるわけですよ。訴求する。じゃあ、どっからそれって読むんでしょうかというと、具体的に書いていません。でも読むところって実はあるんですね。ある。あと、そうだ、今の補正のところだけど、 えー、入門座でこう習いました。亀裂流通知がやってきた。あなたはどうしますか補正をしますって習うわけですよ。補正をする。書面をこれ直すわけですよ。そうすることによって亀裂流って解消できるんだって習うわけですね。じゃあこれ、審査のところじゃないと補正はできないではないですかと私は思ったわけです。うん。単元を見ると、そうすくって書いてあるわけですよ。審査の章ではないのね。えー、じゃあんでかなって思ったわけですよ。そこも。 これ考えることありますかね考えて考えて理解できればこれ極めて実は速くて強くなってくとねそこって。禁止感的に見てはいけないってことです。そこから解けますからねいろんな問題って。うん。その体験で教えてくれたことが僕はないと思ってるんですよ。あの他の資格もやったことがあるけど習った記憶はないんですよ。創作ってどんな位置づけになっていて仏件ってどういう位置づけになっていて債権どういう位置づけになっていてあまり習ったことは実はありませんでした。 漠然とガッた頭に入っただけなのねでもそれが自分で教えるようになって明確になったっていう感じですかねなるほどそういうことだと,ということになっていたのだだからホ本って読みにくいのかなって思ったんですで全ての教科書はそうですよでもうそれは分かっちゃうと結構早く読めるということになったりします、ね、でこれを含めてやっていきたいしジェミでもやっていきたいです問答を通して横の体系産業財産権は 特急、実、意、章ってあるけど、これ、どういう関係になってるかって見てほしいんです。横の体系。あと、縦の体系。要件、効果、原則、例外ですね。法律って。縦の体系。あと、斜めの体系。これは、えー、特許という特別法と一般法、民法との関係とかね。これ分かると、本当に解けますよ。本当に解けますよ。うん。で、難しい先生の本も読めるようになっていきます。あるいは、条約者の関係。 国際条約があってそこに加盟してるんで特許法と規定が改正の改正のた旅になっているわけです条約は上位規範であって国内は会位規範ということになっておりますので条約の加盟に基づいて各法制は似てるってうことになるはずなんです似てますからねで、そこからこの法制ってどうなってるかと考えるようになると海外法制って実は強くなったりするわけねで、そういう視点を持っていってうまくつなげていただくと日本だけでない仕事が実はできたりします これが、この仕事の面白いところになってくるんでしょうね。うん。あと、新しい日々がたくさんありますんで、ぜひね、これを、えー、この機会がね、このき、この受験の機会を契機に、いろんな考え方を持ってもらいたいと、実は思っています。あとですね、いくつかあるんですけど、最後に、これから、え、便利を、あの、えー、勉強する方ですね。これからの便利像は、暗記して吐き出すだけは、これ、不要になったと思うんですよ。昔は、 あの専門家っていませんんででしたのこ今は違いますからね選択ができるわけですよじゃあどう違うかといったら多分深く考えて結論出せるってとこでしょうね証拠だと思うんです、うん、あと5番じゃあこういうのって結構時間かかりますよねって必ず言われるんですよ確かにかかります短い時間で受からないと思うんですよねまあ3,000ぐらいかかるんじゃないですかね一般的には2,000から3,000 担当だってやっぱ1000円ぐらいかかると思いますよ。どんなに簡単でもね。1000。今、担当すごく難しいので、なかなか1000で受からないかもしれません。ね、でも、そうなっちゃうと、僕は仕事があってと言うと思うんですよ。仕事は忙しいのは当たり前なんですね。僕も会社のところに勉強し,たしましたけどあの、ほぼ時間なかったと思うんですね。うん、夜中に帰ってきて、まあ、寝るだけっていう生活だったんで、 ほぼ通勤,通,通,勤通勤、通学、通学、通勤の時にずっと勉強していましたね。まあ当時は IC がなかったんで、カセット高速デコーターかな ?2 倍速になるんですよ。これを使って毎回毎回講義をずっと聞いてましたね。だから早いんですよ、地面ね。それは癖が残っているってことになるんですけど、耳がすごく早いんです。ね3時間講義が1.5時間でしょ終わってしまうと。それを繰り返すんですよ。繰り返せなかったらいけないからね。 でそういった意味では僕は通信がすごく良かったと思ってます良かったそれも音から入る声が良かったんです資格ではなくて聴覚,から聴覚から入る行為が一番いいに決まってるまあ想性が輪くかだってことになるかと思うんですけどねそこはでそういった意味で場所ってどこでも実は勉強はできるんですただやり方が違うだけだよね本を開いて論文等であればね書くっていう行為があったりしますんでこれは家がいいんですよでも 担当の、ね、知識のインプットこういうのって別にあの通勤当時もできますからねこれずっと僕はやっていたということですねだから通勤の途中がなかったら僕は受かっていないと思うんですよこれうまく使っていかにやるかっていうところですねだから通信教材って今は時を超えて場所を超えてということでしょうかねで音が一番いいに決まってるどんなに映像が素晴らしくったって見かけはいいだけですああこれはいいなと ことで入ってくるとパッとこれわかるようになるんですよ。試験場に置いと試験場をやってると声が聞こえてきたって受験生は言ってますからね。僕は頭に入って繰り返してるらしいんですよ。そうなると受かるでしょうね。とこはね、是非そういう形でうまく利用していただきたいと思っていますね。で。ね、ここに書いてある通り、これは僕本当に体現したいと思っていて、えー、と本当の弁理士を育成するクラスできたらそうなってもらいたいと思います。 合格すれば本当に幸せかというと確かにそうでしょうだけど今それプラスなんかがないと幸せにならないかもしれませんねそれ価値基準なんでなんともってことになるけどぜひ資格を取って、えー、この業界って盛り立てていきましょう、ね、こうなるようにぜひ頑張っていきたいと思いますんで、えー、まあこの、ね、か考え方に共感できる方はぜひお申し込みいただきたいと思っておりますじゃあお待ちしておりますんでぜひ一緒にやっていきましょうではお疲れ様でした